はい、福岡商工会議所の皆様方におかれましては、日頃から市政の推進に大変お力添えをいただいていることに、まずは感謝を申し上げたいと存じます。また今日は会員企業の皆様方のご意見をこのような形でこうまとめていただき、またより例年に比べてもこう具体的なご提言をしていただいたということで、感謝を申し上げたいと存じます。一つ一つ、感想、コメントもしたいところではありますが、お時間の都合もありますので、もう差し控えますけれども、まあ、例えば天守閣の話でいくと、実際の調査を、ね、の方を今文化庁と協議をしているところでもございますし、皆さんからいただいたご意見ですね、すぐにできるようなことはしっかりと参加をし、取り組んでいきたいと思いますし、また、ものによってはやはりこう、今の景観の話もそうですし、まあまあ、歴史とかもそうですけれども、やっぱりこう市民の意識の醸成っていうのがすごく大事になってきますし、まあ、そうしたものは、こう規制ですぐにするというよりこう本当に意識を高めていくという少し中長期なことも必要なものもありますので、まあ、しっかりと今日いただいた提言書の中をしっかり各部局でですね精査をしてすぐできることはすぐにということで対応していきたいというふうに思います。今日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。